2番線に千里中央行きが到着します。こんばんは、青木です。今日の日付が3月22日金曜日ですね。仕事帰りにロケをしております。仕事帰りというか仕事終わりですね。はい、ここは明らかに帰り道じゃないところなんですけども、動画の説明する前にですね、先日私青木旅行チャンネルはですね、なんと登録者数2000人を超えました。はい、今日の時点でですね2030人ってことなんですけども、先々週ぐらいですね2000人をめでたく突破させていただきました。いや本当にですね、いつも見ていただく方、また今日初めて見ていただく方、たまにですね見ていただく方も皆さんですね、本当にありがとうございます。で、まあね、最近は特にねタイムリーな話題なんかもお届けしてね、北陸新幹線とかですね、まあ、それで見ていただける方も多くて非常に嬉しいんですが、今回もですね、はい、タイムリーな話題でございます。そう、今ですね工事しているのを見ていただいていると思うんですが、明日からここにですね電車がやってきます。地下鉄御堂筋線がやってくる、箕面茅名駅でございます。はい、御堂筋線が乗り入れている北大阪急行がですね千里中央から延伸してくるということで、この辺の様子もですね先日、お届けしたと思うんですけども、今日はその前日ということで開業前日のですね様子をお届けしていきたいと思います。はい、ということでこちらが駅になってるんですけど、もう準備万端ですね。明かりがついています。いやそうですよ、今の時刻夜の8時前なんですけど、あとですね、ここ多分5時何分かにですね始発の電車が朝出ると思うんで、あと10時間以内にはですねここからですね本日も電車が走り始めるということでですね、いやー非常に感慨深いところがあります。というのは、そのですね箕面茅野のこの延伸の区間のリポートする動画でも言ったと思うんですけども、僕は昔ですねこの近くにある大阪外国語大学、まあ、今の大阪大学の外国学部に通ってましてですね、ここをよくですねバスで通ってました。で、ここからまだ電車なかったんで、こうやってずっとこの道まっすぐ行って千里中央まで行ってね、そこから御堂筋線、北大阪急行に乗ってたっていうのが非常に懐かしいところでございますね。はい、ということで、まあ、今回の2000回記念放送ではですね青木さんのゆかりの地であるところですね訪れているわけなんですけども、なんせですね明日からですね、まあ、ここに駅ができるんですけども、それによってなくなっちゃうものもあるわけなんですね。それがですね、はい、千里中央行きの御堂筋線の電車ですね、北大阪急行の千里中央行きがですね、なくなる。これどういうことかというとですね、この箕面茅野まで明日から延伸してくるわけなんですけども、今まではね千里中央までだったんですね。で千里中央からここまで伸びるわけなんですが、今は千里中央行きだった電車全部がですねここに来るということなんで、千里中央が終点の電車はなくなっちゃうわけですね。はい、ということで今回はそういったね明日からなくなっちゃうものをですねご紹介しようということで、この北大阪急行延伸開業前日のロケですね、もうこれで、ね、帰ったらすぐ上げないといけないんでね、あまり長すぎないようにねしたいんですけど、でもね僕自身もやっぱこの辺思い入れがあるんで喋りたいこといっぱいなんですよね。ということで今見ていただいているのはですね、はい、明日から開業する、お店たちでございます。もう準備万端ですね。多分もうリハーサルか、まあ、関係者の皆さんがねここでご飯食べたりとかしてるんじゃないかなと思うんですけども、まずこれちょっと、まあ、僕韓国好きでね、先日も韓国のマチュピチュっていう動画をですね先日で一昨日ぐらいかな上げたと思うんですけど、ミョンドン食堂っていうのがありますね。なんかこの店の関係者の方々あざわにまじまじと映せないですけどいらっしゃいますね。はい、やっぱり前日ということでオープン準備でなんかね、してでここでご飯をね食べていらっしゃる方もいらっしゃるんですね。店員の係の方さんだと思うんですけども、わすごいな、メニューこんな感じになってます。オリジナル冷麺780円ですね。安いですね。で、いろいろとですねスープとかあとこういったビビンバーとかそういったものも、揃ってますけども、さあそして一風堂がありますね。九州と韓国って近いですよね。船で一回ねビートルに乗って行ったことあると思うんですけども、箕面茅野でもですねこの辺で近いところに博多のラーメン、一風堂が豚骨ラーメン屋さんがあります。でこの今見ていただいているのはバス停ですね。はい、ここからバスに乗るときですね、待ち時間にこういったところでお食事なんかしたりできるようになっています。そしてもうすでに箕面茅野駅こっちって書いてあります。ちょっと見ていきましょうか。もうすでにですね準備万端ですね。もう係の方が向こうの方歩いてますけども、
あそこにですねロータリーができるということで、1ヶ月ぐらい前にねロケしたと思うんですけど、その時からもうだいぶ様変わりしてますよね。はい、2階の駅入り口にやってきました。前回は明かりがついてなかったんですけど、もうね明かりついてますね。これがですね、下から見てたあの一風堂さんとか明洞食堂さんとかバーガーキングなどあった、建物ですね。これは2階ルームになってますね。まあ、キューズモールステーション棟だったかな、そういう名前の棟がですね明日から、運用を開始するということで、もうすでにですね、はい、明日からお楽しみにって感じですね。これエスカレーターもこれ動いてるのかな、はい、まあ多分試験的に動かしてるんでしょうね、不具合とかが見つからないように。はい、前回ここも歩きましたけども、しっかりね明かりもついて、もうあの本当リハーサルみたいな感じで、プレオープンではないですよね。多分プレオープンとかだったらあのコーンも取っ払われてるはずなん で撮影の時にはうまく説明できてなかったんですけども、右手の部分ですね、このステーション棟だけがですね3月23日からオープンする部分でして、それ以外の部分っていうのは何年も前からミノーキューズモールとして営業しているエリアになります。多分リハーサルでね営業というか営業準備をしているんだと思います。こっちに行くとですね茅の桜橋っていうのがあって、駅前のバスロータリーなんかも見ることができますね。僕以外にもですねこの橋の上から明日開業する美濃加代の駅ですね、見に来てらっしゃる方もいらっしゃいますね。本当に、地元の方々にとっては楽しみな出来事なんだなというふうに思いますけども、さっき見ていただいたですね、あの明洞食堂とか博多一風堂さんも実はですねこのキューズモールの一つなんですけども、あそこはですねその駅の開業に合わせてオープンする新しいエリア でここはですね既存のエリアになってます。腹ごしらえということでここでご飯食べていきたいと思います。そう、明日以降はねここのフードコート激混みになると思うんでね、まあ、今もね、まあ、そこそこいるんです。激好きとは言えないんですけども、激好きなんてことはあるのかな、味噌好きみたいな言うなっていう風に言われそうですけどもね。はい、まあ、メニュー見ていきましょう。ゆっくり食べられるうちにですねここも満喫していきましょう。明日からもねこういうお店があるんで、ぜひ来てねっていうことでご紹介したいと思いますけどもね。はい、だんだん、あ、ここにも韓国料理あるんですね。すごいですね、韓国料理屋さんがないここに2軒もあるんだ。じゃあちょっと韓国料理食べようかな。今日はですね春に似合わない寒さですのでですね、最高気温多分10度いってないと思うんですけどね、こういう時にはスンドゥブチゲです。これセットでね880円なんですけど、これ韓国より安いと思うんですけどね。はい、先日まあ釜山行ってね、まあいろいろ食べてきたんですけど、いや非常にマシッソでしたよ。美味しかったですよ。やっぱこういう日はねスンドゥブに限りますよね。あの中にはですねしじみとかあとですねゆで卵なんかも入ってて、ゆで卵っていうか半熟ですね、半熟卵が入ってて、これはですね温まって、でしかも、ね、パワーも出る、いやこういう時にぴったしな食事でした。これが1000円もしないで食べられるっていうのはねすごいと思います。ぜひ皆さんも箕面茅野に来たらですね、まあ多分明日明後日は激混みだと思いますけども、平日とかね、はい、着いた時に来てみてはいかがでしょうか。まあ、あのビビムってね、あの別に箕面茅野じゃなくてもですね、あの大阪の天王寺とかですね梅田とかにもあったと思うんですけど、まあえてねここで韓国料理食べるっていうのがいいでしょうね。さあここからいよいよね今日の本題なんですけども、まあ、明日からですねこの箕面茅野の延伸に合わせてなくなってしまうものね、そういうのを見たり、乗り納めしてみたりしたいと思います。今からですね急行のバスに乗っていきたいと思います。そう、これが明日からなくなるんですね。いや本当世間ではね千里中央行きの電車がなくなるっていう風にね、まあその千里中央行きの電車もねこれから見るんですけども、電車に、ね、注目が集まってますけど、実はねバスもですね、はい、この辺りのバスも大きく変わるわけなんですね。で、急行のバスっていうのは何かというとですね、このもうちょっと行ったところに白の島っていうバス停があります。でこの白の島っていうバス停からですねそこを出ると千里中央までノンストップのバスがですねなんと運転されてるんですね。はい、あれも通ってきましたね。あれも急行ですね、今通ってったやつもですね、急行で、あのバスよく見ていただくとですね、はい、見えるかな、こう上にね登っていってるの分かりますかね。これどういうことかというと、そんな急行のバスっていうのは、この白の島までは各駅に止まる、まあ、各停留所に止まるんですよ。
で、この白の島っていうところからですね、ここ通ってる道路ね、キューズモールの前通ってる道路、でこれ新御堂筋っていうんですけど、新御堂筋の真ん中、はい、真ん中がバイパスみたいになってて、結構まあ速く走れるんですね。要はあの真ん中の速く走る道路と、この速道にね分かれるんですけども、普通のバスっていうのは、この速道を走るんですけど、急行っていうのはね、この真ん中の、ね、この速く走る道をすっ飛ばしてですね、で一気に千里中央まで行ってしまうっていう、すごいですよね。地下鉄でいうと2駅ですよ。はい、それをですねノンストップで走ってしまうバスがですね今日まで運転されていました。まあ、なんでそんなものが運転されてたかというとですね、まあ、単純にこの辺めちゃくちゃ住宅がねたくさんあるからなんですよ。で一方でですね、鉄道が千里中央までしか来ていなかったんでですね、なのでじゃあ大阪市内までどうやって人をですねスムーズに運ぶかということで、ここからですね千里中央までノンストップ、ここまでですね各駅に止まってきて、ここから千里中央までノンストップで行ってやろうというですねバスがですね、こう走っている阪急バスによって設置されているわけです。そのですねバスがここに地下鉄がやってくるということで、この白の島っていうあるんですけども、白の島からちょっと先のですね、さっき見た美濃茅の駅までになって、で、同時にですね、まあ、あのバスはここまで各駅に止まっているので、急行の運転もですねなくなってしまうと、要はあの御堂筋をすっ飛ばしてですね千里中央まで行くバスがなくなってしまうんですね。実はこれのこの急行にもですねかなりですね僕思い入れがあってですね、この辺りの住宅、もうちょっとねあのここからバスで20分ぐらい行った、とこにですね住んで、大学の頃住んでいたんですけども、ここまで来たらですね、もう千里中央までノンストップで行ってくれる、かなりですね、お世話になりました。でしかもですね急行料金とかかからないんで、普通のバスの料金で行けちゃうのでですね、あの本当にね大学の頃はお世話になりましたよ。これがですね白の島のバス停です。はい、こちら時刻表を見てください。いやもうこれ怒涛のごとくですね、バスが来るようになってるんですけど、これは明日の時刻表ですね。で、これがですね、今日の時刻表なんですけども、これちょっと暗く見えるかな、急ぐっていう字が書いてあるんですが、これがですね急行ですね。まあ、地下鉄でもですね2駅あるところノンストップで行くというですね、そういう急行がですね1時間に 2,3 本多い時でですね、5,6 本とかですねもっと運転されているのかなだったんですけど、それがなくなるということで、このですねここから千里中央までですね、約3キロ4キロぐらいあるのかな、その道をノンストップで行くこの急行ですね、今日配信になるということでですね、乗り納めして、そして千里中央駅まで向かいたいと思います。でこの白の島のバス停からもね、あのこの夜のですね、しかも都市向きですよ、千里中央ね、まあ、一応あの大阪方面向きなんですけどね、 3,4 人ぐらいの人が待っててね、バス全然ね本数たくさんあるのに、だから本当この美濃茅野駅ができてね、まあ、便利になるんじゃないかなと思います。バスまでねまだ時間がちょこっとあるんで、実はねあの今日この美濃茅野駅のところに来るときに、この白の島まで各駅停車のですね急行のバスに乗ってきたんですね。そのバスがですね白の島に着く前のアナウンスをなので聞いていただければと思います。この車は急行白の島経由千里中央行きでございます。白の島を出ますと千里中央まで止まりません。いやこの白の島から千里中央まで止まりませんっていうのがですね、ね、電車ではね近鉄特急とかでは、ね、よくねそういうアナウンス聞くんですけど、これをバスで聞くことができるっていうのがね、まあ、これもねなかなか楽しみの一つだったんですけど、これがですね聞けなくなるんですね明日から。はい、さっそうとやってきました。ちょっとね見にくいかもしれないですけども、こちら急行千里中央行き、今日で乗り納めでございます。千里中央終点に到着しました。ちょうど山田電機の下あたりで降ろしてくれるんですね。
いやー、急行懐かしかったですね。いや、思った以上に懐かしかったですね。本当ね、まあ、大学の時3年間この近くはここからですね、その急行のバスに乗って、まあ、大体25分かそこらのところに住んでたんですけども、まあ、どっかお出かけするときはね、まあ、北千里の駅も使ってたんですけど、千里中央の方がね、特にまあ地下鉄御堂筋線で難波とか行くときはね、よく使ってたりしたんで、いくら地下鉄がで地下鉄というか北大阪急行ができてね、街が開発されつつあるとはいえ、当時の面影はね結構残ってたりするんですよね。今日で乗り納め急行千里中央行きですって、でさっきアナウンスというか解説入れたと思うんですけど、ちょっとその時涙出そうになりましたね。はい、バス乗っててもねちょっと、はい、感動でした。ここがバスターミナルになってますね。すごいギターを演奏している人がいますね。もう明日から千里中央は変わるんだと、その前夜になんかふさわしいですね。まあ僕自身ね、あそこのバス停から、大学の時はね、家に帰って下宿っていうんですかね、まあ、アパートに帰って行ったわけなんですけど、その路線っていうのはねまた残るそうです。ただし本数がですねもう半分以下に減ってしまうんですよね。だからやっぱりこの箕面茅の駅をね、まあ、使うというか、まあ、最近のねバスの運転手不足なんかもありますので、まあ、そういう時代の推移っていうのがあるんじゃないかなと思います。ここから1時間に3本ぐらいだったんですけど、それがね1時間に1本多い時で2本か、まあ3本時間もあるみたいなんですけども、まあそんな感じで半分ぐらいねもう減っちゃうらしいです。で、まあさっき急行のバスを乗って思ったんですけども、で白の島、まあ箕面茅野からですね、千里中央の間っていうのは、まあ先日ですね、てか1週間前に開業した北陸新幹線の金沢敦賀間と、まあ、同じようなもんなんだなと、ね、改めて感じましたね。はい、あの急行っていうのがね、まあ、サンダーバードでね、敦賀から金沢で結んでいた、それがまあ白の島から、千里中央まで結んでいた、まあ、そのねバスがですね、明日からは、北陸新幹線じゃなくて新幹線じゃないんだけども、この北大阪急行電鉄に置き換わるとバトンを渡すということで、いやそういう感慨深いものを感じるところでありますけども、さあいよいよですよ、こっからがね、はい、鉄道好きの方はもう大本命かもしれないです。本日3月22日でもってですね、地下鉄御堂筋線から伸びる北大阪急行電鉄の終着駅としての役目を終える千里中央駅をですね今から見に行きますよ。さあこのねエスカレーターを、降りていけばですね、駅に行くことができます。そう、地下にあるんですね。なんかこのロッテリアを見ながらね、こうやって千里中央の駅に向かうっていうのも懐かしいですね。ちょいちょい新しいんですけど、このね床なんかなかなか古い様子を呈してますけども、ここにね電車が来たのは大阪万博の時、1970年、半世紀以上も50年以上ここはですね終点だったわけです。地下鉄御堂筋線ね、乗ると千里中央駅が参りますなんていうのね、だからもう50年以上ですねそういう状態だったんですけど、明日からはこの50年の歴史が塗り替えられるわけですよ。このね駅の上の通路、そうここからね下を覗き込むといつでもね電車が止まってるんですよ。だってここね、折り返しする駅なんでね、もうここから先はね線路がなかったわけですけど、明日からあるわけですからね。いやーとんでもない、いや本当にね考えられない、やっぱこうやって電車がずっと止まってる風景はね、始発の1本だけはね梅田ナンバー天王寺中本方面の始発5時台の1本だけは箕面茅野じゃなくて千里中央から出るらしいんですけど、それ以外の列車は全てですね箕面茅野から出ると、逆のナンバー梅田方面から千里中央まで向かう列車っていうのはもう1本もなくなるということですね。この始発駅の雰囲気が、そしてこの放送もねちょっとめちゃ声かぶせてますけどよく聞いといてほしいんですよ。というのはこの2番乗り場っていうのはね、明日から箕面茅野行きの専用の乗り場になりますのでね。はい、ということでさっきとはね反対側にやってきました。
そう、さっき言ったね、明日から2番乗り場から基本的に中本行きを発車することはありませんので、美濃茅野行きになりますので、ね、そう、美濃茅野行きに明日からなるホームに反対向きのですね、列車が止まっています。この2番乗り場のね、列車が発車するところをお見せしたいと思うんですけども、この千里中央駅はですね、まあ、50年以上始発で出ていくような、そして終点として来るような駅を務めていたわけなんで、電車が発車する時もですね、盛大にですね、はい、駅の放送がお見送りをしてくれるわけでございます。それをですね、今からちょっと見ていきたいと思います。回送電車が来るっていうのも、まあ多分ね、あの車庫からの送り込みとかで明日以降もあると思うんですけども、おそらく今言った回送電車っていうのは、ここが終点の電車ですね。もうね、9時前なんでね、はい、あの御堂筋線もちょっと本数がだんだん少なくなるので、使わなくなった電車はね、車庫に置いておくということがなされます。さあ、これ見えるかな、北大阪急行のね、電車の華麗な汽笛がね、汽笛と警笛が聞こえてまいりましたけど、なかなか見えないな。はい、この駅終点の電車からですね、わっさーっと人が降りていきます。この中のね、人たちの、まあ、何人か、まあ、多くは、まあ、どれぐらいの割合か分かんないですけども、まあ、多くの人たちがね、明日以降は美濃茅野駅を、もしくはその途中のね、美濃千葉阪大前駅を使うことになるでしょう。その後こうやって千里中央駅で人がわっさーっと降りて、バスとかにね、あとまあモノレールも来てるんですけども、モノレール乗り換える風景とかはね、まあモノレールはね、明日以降もね、こう通ってますね、あると思いますけど、こんなに多くのね、大移動が起こるってことは、明日からはね、少なくなるんじゃないでしょうか。電車がですね、右側通行で発車をしていきました。はい、日本の鉄道はね、左側通行ですからね、まあ、途中でポイントを渡って左側の線路に行くんでしょうけども、こういう風景はですね、おそらく明日以降はね、見れなくなるでしょう。そしてこの発車メロディーもね、あのまだ情報がなくて、あのまだ分かんないんですけど、多分なくなってで、まあ、ここでは使わなくなって、美濃茅野で代わりに使うんじゃないか、まあ、あくまでも私青木の予想ですよ、はい、予想ですのでね、はい、明日になったらどうなるんでしょうかね。これも見納めですね。当駅が終点の運賃表なんですけども、これ見るとなんかこれ上から貼ってあるんかな、でもなんか貼ってある気配がしないですね。なんかまあ貼ってある気配がしないように、してあるんだと思いますけども、最後までですね、この終着駅の威厳をですね、保ち続けてるなと思います。あそこね、あのグレーのところが明日以降は変えられて、美濃茅野までですね、路線図が伸びるんだと思います。ここにちょうどですね、北大阪急行の古い駅名表と新しい駅名表が展示してあります。さっきのですね、回送列車が発車していきましてですね、でここに駅名表があります。駅名表ね、左のところシールが貼ってありまして、ここには美濃千葉阪大前という駅がですね、書いてあって、で明日はですね、おそらくこれが剥がされて、明日からは基本的に美濃茅野行きが発車するホームにですね、また中本行きの電車がやってきまして、あ、ちょうどまた発車するところですね。2番乗り場のこの中本行きの表示も、もう明日からは
見ることができなくなりますね。じゃあもう一回これを聞いてみましょう。はい、ちょっとね、乗る人の邪魔にならないところにもありますけども、ちょうど万博ラッピングの電車でしたね。さあではね、そろそろもう何本電車見送ってんねんって感じですけども、大阪の方に帰ってきたいと思います。まあ、ここ大阪ですけど、大阪市内ね、はい、大阪市内住んでるんで、はい、帰っていきたいなと思いますけども、もう一個だけね、はい、見ときたいものがあります。はい、本数多いですね。水戸先生また来ますよ。水戸先生、北大阪急行かだけね、はい、こんだけの本数が美濃茅野までね、明日から伸びると思うとすごいことだなと思いますけどね。はい、今度は一番乗り場にですね、右側通行で電車がやってきました。これもですね、明日からは基本的に見れなくなりますね。そう思ってか結構ね、動画撮ってる方多いですね。新大阪駅まで電車乗ってきました。もうここはすでにね、地下鉄御堂筋線の駅ですけども、ここでね、はい、最後に見ておきたいものが一つあります。というのは、てか千里中央行き電車がなくなるっていうふうにね、最初申し上げてましたけど、それまだ見てないですよね。はい、ということでここで見たいと思います。で、この2番乗り場から出るんですけども、すでにね、御堂茅野方面というふうに、なっています。はい、大阪メトロではですね、ただシール貼るってことをせずにですね、もう案内表示変えちゃったんですね。多分まあシール貼るですね、まあ、コスト的なところをちょっと抑えようっていうことだったんだと思いますけども、まあ、なので駅ではですね、美濃茅野って書いてあるけど、まだ電車美濃茅野まで、今日まで行きませんよっていうような案内がね、仕切りなされてました。その方が多分ねコスパがいいんでしょうけど、さあここからですね。はい、いやもうこれね、いいでしょ、これの行き先表示と、そして放送が流れてる、まあ、めっちゃ今救急車来てますけども、放送が流れるスピーカーこの上にあって、で電車もねここから、まあ、ちょっとね坂あるけども、しっかりね上の千里中央行きという行き先を見届けることができます。はい、東駅止まりがね今来るん で, でこの東駅止まり行ってからですね、千里中央行き電車がやってきます。まあ、なぜ新大阪駅を選んだかというとですね、もうホームがめっちゃ広いからですね。はい、いいですね、しっかりとこうやって見えますね。はい、ちゃんとね撮影のテストバッチシでございます。撮影のテスト普通の動画でやるなと、本番の動画でやるなっていうツッコミが聞こえそうですけど、今日は2000回記念ので許してください。いません、快速列車ドア閉めます。見るとですね、次の行き先に千里中央行きがラインナップされてます。明日からは基本的に見ることができません。電車が発車します、ご注意願います。はい、この電車が発車します、ご注意くださいというこのですね、餃子陣地1億個でしたっけなんか王将の宣伝と同じ人がやってる放送ですね、来ましてですね、車庫に入る電車が発車し、そしてですね、はい、正直、はい、ちょっとまだちょっともったいぶってますけど、今日で基本的に見れなくなる行き先、21時37分発千里中央行き、この時間を見るとね、今日は一体何時間ロケしてるんだと、仕事ね終わってもうあと3、4分したらですねやってきますんで、この接近放送からですね最後に聞いて、そして電車の発車までね全部見届けていきたいと思います。2番線に千里中央行きが到着します。危険ですのでホーム柵から身を乗り出したり物を立てかけたりしないでください。
番線に到着の電車は江坂方面千里中央行きです。電車とホームの間が広く空いております。足元にご注意願います。ドアでは広く開け、降りるお客様を先にお通し願います。東駅始発の新神奈川駅がやってきておりますけど、いやなんかね、もうあの多分一生で一番最後に聞く千里中駅が参りますの放送だったと思うのでね、余計撮影してるてか震えましたけども、はい、ということで、もうすぐね電車に乗らなきゃいけなかったんでエンディングうまく撮れなかったんで、お家で撮ってます。はい、てか今帰ってきました。ということでね、千里中央行きの電車が明日でなくなるんですよね。ちょっと本当にね、実感が湧かないんですけども、そうなんだそうですね。明日以降のね、美濃加代の延伸会議をしてからもまたねリポートをしたいと思いますので、ちょっとね、明日明後日めっちゃ用事が詰まっててね、まだですね、あの北陸新幹線の金沢敦賀延伸の区間乗りに行ってないんで、ちょっとそこもね乗りに行かなきゃいけなかったりするのでね、はい、ということで、またね時間があればこの美濃加代の延伸後の様子もリポートをしてみたいと思います。はい、2000回記念の2000回じゃない、2000人突破記念ですね、登録者数2000人突破記念の動画はですね、さよならありがとう千里中央行きということになりましたが、いかがでしたでしょうか。まあこれがね、前のね北陸新幹線延伸開業前の映像みたいな感じで、記録映像になってね、また千里中央行き懐かしいなと思って、見ていただければいいなというふうに思います。自分自身もですね、本当にね、まああの千里中央とかね美濃加代のって、実際昔ね生活していたエリアなんで、本当にね懐かしな、ま、なちょっとまた最後に感じちゃった、懐かしみながらですね、そして楽しみながら、ロケができたんで、本当2000人突破記念ね、いいロケになったんじゃないかなというふうに思います。まだまだね、興奮冷めやらない状況ですけども、今からですねこの動画を編集して、アップしたというふうに思います。この動画かなりね、めっちゃ微妙なね深夜何時とかで、ね、時間に上がってると思いますけどもね、ぜひね千里中央行きの記録映像としてですね見ていただければと思います。では次の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。